ちゃんちゃかちゃん。どうもトカゲの天です。今日はな、ここに誰いてるかわかる？イエアメガエルのおはぎとヨモギで、誰でも一回はイエアメガエルにこうやってさ、指噛まれてみたいなって思うことあるやんか、絶対。で、この夢をな、叶えてくれるガチャガチャをな、見つけてん。これ、パクッとイエアメガエルっていうガチャガチャなんやけど、これな、前にな、パパのな、第二のふるさとの敦賀のママさんからこんなんあったでって教えてもらっててんけどな、やっと見つけてん。はい、まずはこれ、ノーマル。綺麗やろ？緑で。で、次がブラウン。ちょっと暗い緑なんかな。で、次がワイルド。ワイルドだろ？めっちゃ緑やでな。で、次がブルー。これ綺麗やな。こんなイエメガエルいてんねんで。っていう感じで4色あんねんけど、まあ正味な、どれも同じような色なんやけどな。で、この口開いてるやんか、ほら。ここにこうやって指入れれんねん。だからイエメガエルに噛まれてみたいっていうみんなの夢をさ、こうやって叶えてくれるガチャガチャやねん、これ。ええやろ？欲しい人はまた探してみて。ん？ん？全然美味しないわ。マジで。で、明日ついにレプタイルズフィーバーなんやけどさ、このてんちゃんのステッカーな、6枚しか作ってないねやんか。だからもしせっかく出会えてもてんちゃんステッカーなかったらごめんな。マジで。でも明日出会えることを楽しみにしてるわな。じゃ、今日も見てくれてありがとう。バイバーイ。前回の動画でさ、みんなパパとママにさ、会いたいって言ってくれてありがとうな。パパとママな、めっちゃ嬉しかったんて。マジで。でも YouTuber はてんちゃんやから、パパとママはただの一般人やで。オーラも何もない。あとてんちゃんのグッズも作ってほしいとかっていうコメントもありがとうね。でも、今回のよりもっといいステッカーができたら、いっぱい作ろうかなって思ってんねんて。だから、もうちょっと待ってな。で、てんちゃんの動画を見てくれてる人がさ、意外と関西以外の人も多かったっていうのが、なんかすげえびっくりやったみたいでな。てんちゃん、汚い関西弁やからさ、関西人にしか受けへんのかなってずっと思ってたから、だからなんか、関東の人とかも見てくれてて、すごい意外やってんて。だからもっとてんちゃんのグッズとかいっぱいほんまに作れるようになったらさ、いつか関東の方のイベントとかに出て販売とかもしたいなーって。まあ夢のまた夢の夢の夢ぐらいの話なんやけどな。でもそうやって言ってたらほんまにいつか叶うかもしれへんからな。まあ言うのはただやし。もちろんそのイベントにはてんちゃんも連れて行ってもらわなあかんけどな。マジで。いつもコメントくれる人たち、猫の写真つけてる人多いよな。